こんばんは。ああ、そうですね。うち、8時の50分の巻。ね。なんでこんな巻になったか忘れた。まあ、筋トレも今日はないんですが、ね。無事に、木曜日、皆さん、お勤め終えられましたでしょうか。ね。朝寒い。学生職も頑張ったか。な。頑張って学校行ったか。ね。頑張ってくださいよ。ねえ、今頑張らない、いつ頑張んねえいうとこでさあね、やっていただきたいな、つうとこで、僕はね、秋花粉、もうこれいつまでなのかわからない、今年デビューしたんですけどね、鼻と目もかゆい。で、今日はね、何よりもリーちゃんと1時間いつものね、散歩コース行ったんですが、寒くはなかったね。朝だけ寒くて、昼も17度だか、8度だかあったと思うんですよね。で、散歩行って、走り回ってね、公園5軒はしご。結構足ね、もうにゃんにゃん、正直だし。で、走るんですよね。歩くもちろん1時間やから歩くんですが、走るも後ろから、まあ、引っ張られるか後ろから見るんですけど、馬が走ってるみたいな、競馬の。もう、つまずいてこけるんちゃうかな思ってね、もう堪忍して言うて、りーちゃん待って言うて、多分本人はね、今日しごいだろうという感じは思うんですよ。お前いつも可愛がってくれてるから今日はお前しごいだろうからなっていうね、その形だと思うんですが、今日はもう、いじめられましたね。足にゃんにゃんなって、昨日筋トレですやん。で、今日走りでしょ。まあ、4、5キロ何者でもありません。はっきり言って、56歳の8ヶ月でしょ。もう、限界超えてますやん、正直な話。で、おまけに今日、この数日前からね、この鎖骨のね、下やね、これ。骨の、ここ、骨の下ぐらい。胸のね、ちょっと上ぐらい。嫌なっていうことが今日改めて分かって、どうしてもこう、ほら、腕立てみたいな感じでこう、手つきません。この横の動きでビビビと痛いっつうね。だからこれ、シップ貼ったけど、まあ明日金曜でしょ。で、土曜日筋トレやる、もちろん覚悟でございますが、ここでね、やっぱり、芋引いたらあかんと。ね、休んでしもたらもう次、できんような気がしてね。正直なんです。一年休んでましたでしょ。やっぱりこう、自分の形っつうのがね、頭の中にあるもんですから、これはもうその、きちっとしたね、自分の体、肉体っていうのをね、あるわけですよ。自分の頭の中にはね。俺はこんなんや、いうのがね。そこはやっぱり、いかんことには納得もできませんから、この痛みが筋肉痛のような気はしないんですけどね、分からへんのね、意味が分からんからの不安があるだけ。でももうあかんいうところまでは行きたいなという気持ちでやってございますのでね、よろしくお願いします。そして今日始めた松尾チャンネル、ご覧になってくださってる方につきましては、チャンネル登録よろしくお願いしますね。今日はインフルエンザのね、予防接種かいうのを職場でね、やってございましたね。僕はね、40代の時にね、初めて家族で、その耳鼻科で、そういう予防接種があることでやったんです。予防接種が初めてです。で、40代でもインフルエンザになったことなかったから、それ、やった年にインフルエンザかかったかね。で、言うように35度ぐらい、暑熱がいつも、平熱が37度になったんですよ。死ぬんちゃうかな、こんなね。で、またその病院行って言うたんですよ、先生に。こんなもう初めて40数年生きて、インフルエンザになったことないのに、これ、打ったからなりましたかな、あれで。打ったから37度で済んだんや、言われてね、怖いな、思ってね。それは
36度3分とか6度6分の平熱の人の話でしょと。35度の人がね、37度なんてみんなはっきり言うけど、大体これ普通の人で38度ぐらいなっとんちゃいますの。それでおまけに熱に弱いんですよ。風邪ひいてもね、7度までほぼいかないです。6度8分、6度7分、ほんでももうあのだるいんですよ、うん、なのでもそんなもう休ましてもらうのは無理やからそんな状態でね、やってだからそれから一回ももう予防インフルエンザもやったことない、うん、でもね一回かな二回ぐらいインフルエンザかかりましたよ、それからは、うん、50前ぐらいやったかな、50代になってからも1回ぐらいかかったかな、うん、かかったかもわかんない、うん、その熱がどれぐらい出たかも忘れましたけど、あの予防注射してません。だからトータルインフルエンザ今まで生きた中で3回ぐらいかかってる、うん、そんな報告でした。あのコロナの時はね、コロナ3回かかってるでしょ。コロナの一発目の時はね、39度ぐらいになりましたね。死んだ思ったよ。あの過呼吸みたいになってね、口から息できへんようになったんですよ。咳込んでね。でその時にあこの足死んでいくんか、その時に思ったんが、鼻から呼吸するんですよね。 ゆっくり鼻から吸って、鼻から出す、鼻から吸って、鼻から出す、鼻から出す、ほんなら蒸せへんかったね。これでなんとか山越えました。2回目3回目はね、そんなに出なかったな。7度ぐらいだったんちゃうかな、ね、コロナも。コロナも何回でもなる言われたね、先生に、うん、これは免疫つくとかつけへんじゃん、何回でもなる言われた。4回目はなってございません。これ今鼻声になってるのは花粉デビューということでね、よろしくお願いします。ほらもう7個なってるやん、早歌えんでね、これもこの辺が聞こえてくるね行こう。今日痛いから尻尾張ってるから、はい、よろしくお願いします。で他に言うことあったと思うんだけど忘れた、ね、また思い出したらねやりますから早歌え僕がここを出て行くわけ、誰もが僕の居場所を知ってたから、優しさを敵に回してでも生きてる証しが欲しかった。駆けまで歩くように今はまだぎこちないが、まずはここから足を踏み出し、飾り言葉を投げ捨てて、若いくせになんて言わせたくない、奴がブーツのボタンを外していようと、奴が人の生き様馬鹿にしようとも、一歩前のこの道を行かなければ、だって僕は僕を失うために生きてきたんじゃない、ひび割れた悲しみに縛られる前に、コップいっぱいの水を飲み干そう、まずは喉を潤して、目の前のいざこざを蹴散らすんだ。声は誰かが錆びれたナイフで僕に軽蔑を突きつけても、
腰を据えて受けてやる。げんこつ一つで笑えるさ。やつやつやるつのボタンを外してみようと。やつが人の生き様バカにしようとも。一歩前のこの道を行かなければ。だって僕は僕を失うために生きてきたんじゃない。一歩前のこの道は行かなければ。だって僕は僕を失うために生きてきたんじゃない。ありがとう。また、ね、今日はね、もうあちこち痛いわ。ポンコツでございましてね。まあまあ、ポンコツでも軟骨でもいいんやけど、まあもう精一杯ね、やっぱりこう、父ちゃんと母ちゃんのところまでね、行くまでは精一杯、一生懸命、自分なりに、生きていこうと思ってございますのでね、皆さんも頑張っていきましょうよ。毎日毎日ね、はっきり言ってハッピーなことばかりはない、うん、楽しいことばっかりはございませんが、こう今日こっち用意したから、おまけおまけ用意したからな。だけどせやな、嫌なこともあるけれどもね、ずっと嫌なことばっかりじゃないんでね、その合間合間にちょろっとハッピー、ちょろっと楽しい、いい気持ちになれるようなことがあればね、そのちょろっとがものすごい、うわー嬉しいな、生きとってよかったなっていう風になるから、うん、これもゴール来るまでは一生懸命に行きましょう、ね、もう後戻りできませんからね。今日は今日、今日という日はもう一発は来ないということでね、明日も金曜日、土日を休みの方につきましょうね。明日最後最後やけれどもね、ラスト一生懸命、かなり雨らしいわ。雨でも風でもなでもなもね、ハッピーにもうありがたいな思ってやろう。他に言うことあったけどね、忘れた。夜の顔鏡で映せばなんて悲しい顔なの。強がりばかりで素直になれないなんて悲しい顔なの。こんな私のどこが好きなの。なぜにそんなに優しいの。私がかわいそうに見えるから、それとも懐かしく思えたから。気まぐれだったらやめてちょうだい。本気で好きになりそうだから、あなたの前では綺麗でいたいし、可愛い女でいたいの。厚化粧は嫌いでしょう、でも今の私、昔の私じゃないから。
もうちょっと言うか私はいつも嘘をついてきたわ、お前はいつもそう言うけれど、決してそれは裏切りじゃないんだし、そこまで自分を責めることもないさ。お前の素顔が綺麗だったからこそ、あの時手鏡送ったんだ。お前の過去を化粧で隠すためじゃなく、素直な心を映せばいい。誤解しないで聞いてほしいんだ。俺が今までしてきたことは、時の手のひらの中でお前に示した精一杯の愛だったんだ。さあ化粧を落としたら髪をどかして、このまま静かに眠ろう。おおおリーちゃん、お疲れ様でした。はい、ではありがとう。せちゃん来たの、せちゃん来てくれたの、せちゃん来てくれたな。よしよしよし、せちゃん来てくれたから、あごめん、ハッピーや、ありがとう。せちゃん来てくれた、せちゃん来てくれた、せちゃん大好きな、せちゃんが来てくれた。そんなりーちゃんが焼き餅焼いたりなんかしたりなんかしてな、でもな、なに、ふんってほんじゃね。はい、みんなありがとう。皆さんありがとうございました。明日もよろしくお願いいたします。頑張って明日も元気にお会いしましょうね。バイバイ、よろしく。おやすみ。いい夢見てよ。こちこちこち、いい夢見てください。だワンワン、いい夢を見てくださいだワン、バイバイ、ありがとう。おやすみ。